こんばんは。結婚してお疲れ。バラハトタコアワワありがとう。こんばんは。ただいま、中村舞です。いや、これね、乾かして。違うんですよ、今日めっちゃ撮影でめっちゃオイルとかつけたりしたから、髪がこんな感じなだけであって、お風呂上がりじゃないんですよ。まだお風呂に入ってなくって、そう、もう撮影、今日撮影してたんですけど、撮影がもうすごい、何ですか、こういうちょっとラフなウェッティな感じで、そう、すごい前髪にもめっちゃオイルつけてたんですよ。そしたらちょっとこんな感じこんばんは。こうしてお疲れ、ありがとう。ちょっとね、ウェッティです。そう、メイクもやってもらって。そうなんですよ、眉毛がすごいキリッと、今日何着か今日は来たんですけど、最後の、だいたい最後にメイクがちょっとはっきりした大人っぽいなんかやつ持ってきたりするんですけど、そう、ラストが結構こうキリッとした感じのメイクだったので、しっかりした感じです。ハートタコありがとうございます。ドラマもありがとう。そうなんですよ、今日は帰ってきました、東京から。と言ってました、愛知県行くのでまた行くんですけど、そうなんですよ、広島にも持ってきました。うん、ありがとう。パッキングをもう帰って二ほどきして、またパッキングして、そうなんですよ、お姉ちゃんに言われました、帰った瞬間からパーキングしとるやんみたいな、荷物入れ替えみたいなね。お手紙ありがとうございます。そうなんですよ、明日はねフェスなので、愛知県でフェスっていうのはなかなか、あ、でも前あったな、なんだなんだっけ、うわー、関ヶ原ってそうだったよね、違ったっけ。ありがとうございます。あれは岐阜か、関ヶ原違った、関ヶ原は違いました、すみません。岐阜と愛知は近い？お隣か。愛知はでも前になんかフェスがあった気がするんだけど、なんだったっけな。でも結構前かも。めっちゃなんか前にあった気がするんだよね。ちょっと何のフェスかパッと出てこないんですけど。ちょっと久しぶりです。ツアーは確かに行った、ツアーはね、名古屋がありましたので。そうですね、8月、え、もう1年前じゃない、ツアーって。私覚えてるよ、アイドルズの前日、あ、前々日、あ、な、2日間あったっけ、なんかもうね覚えてますよ
あの頃はすごい鮮明に覚えてますよ。そのまま名古屋から東京に移動した記憶が、東京名古屋東京みたいな。前々日と前日だ、2日間あったんだ。ピオリン？おお、あのすぐ売り切れるピオリン。あの1年前はもうすごいね、夏はなんか鮮明な記憶が鮮明です。多分アイドル人生最大の危機ってぐらい焦ってました。本当にマジでもう一番なんじゃないかってぐらい大焦りな期間だったから、めっちゃ覚えてる。もう毎日泣きたくなる毎日を過ごしてた。覚えられない、覚えたいものが覚えられなくって、いやあれはもう危機でしたね本当に。ありがとうございます。なんかもうありがとう、すごかったですよ、ね、アイドルズがあった、いろいろ重なってて。まあ、明日はね四国のメンバーでフェスですので楽しみましょう。結構夜が遅くって19時半からかな、タイムテーブルが確か出てたんですけど、夜の方なので。ありがとうバラを。金曜日か、そうや、金曜日です。ありがとうございます。どうもありがとう。なんか美味しいもん食べたいです、名古屋。つまぶし食べたいです。手羽先いいですね。明日行くとこは名古屋ではないか。え、台湾ラーメン食べたい。小倉トースト、あ、味噌煮込みうどんは前食べましたよ。一人で食べに行ったもん。めっちゃ美味しかった。なかなかない麺の歯ごたえ、なんかすごい独特な感じ。ありがとう。いやラーメンに飢えてるからさ、ラーメン食べたいわ。味噌が濃い、私さ濃い味好きだから大好き。楽しみです。うまんばなくま、ありがとうございます。辛いの、辛いの大好き。いいじゃん、ホットホット、夏にいいね。メモしとこう。何ベトコンラーメンって、ベトコン、何ベトコンって、ベーコンじゃなくて、
え、ベストコンディションラーメンってこと？え、どういうこと？どういうこと？え、ベトコンってベストコンディションって意味？何それ？超良さそうじゃん。コンディションいいってこと？ラーメンの。え？スタミナ？これは多分私好きですね。スタミナとつくもの大体好きです。まあなんかニンニクとかニラとかそういう感じでじゃない。なんか想像すると、まあ、もう絶対好き。もう見たことないけど、もうベトコン最高。食べたい。え、スタミナだからあのベストコンディションなの？コンディション整えようみたいなラーメンなの？食べたい。ベトコンラーメンと台湾ラーメンね。覚えとくわ。食べれるかな？どうだろう？わかんないけど。何やった？ラーメン、ラーメン。なんか教えてくれてるお店。でも、ね、漢字が読めない。やばいやばい。漢字の読み方がわからん。岡山にもあるよって、ベトコン？岡山のベトコン。あ、味仙って言うんだ。あの、味に仙人の仙で。食べたーい。名古屋駅にあるんだって。食べたーい。辛さって選べるのかな？そんなことはない。もう、統一？全部。私、ニラ大好き。台湾ラーメンって、ニラとひき肉と鷹の爪が入ってるイメージ。自由時間あるの？いや、自由時間とかいうものはない。ないけど、ないけどね。明日はでもさすがに、名古屋っていうか愛知県泊まると思うから、夜遅いから帰れないと思うので。ウーバーしか、え、ウーバーやってんのかな。脱走できるの？え、そんな私捕らえられてないですよ。脱走？さすがに私あの28日も東京なんで、あの往復しないんで広島。はい、さすがにもう毎回往復広島まで帰って行ってきてしてたらもうおかしくなっちゃうよ。おかしくなっちゃうから。え、やばいよ、もうバッキバキよ、ほんとに。もうやばい、ほんとに。
そう、新幹線で寝ます。ありがとうございます。今日乗ったの7号車だったんだけどさ、なんかいいよね、中間って。中間ってさ、歩かなくていいからさ、こうホームとか上がったらさ、すぐさあったりするからさ、一応いいなと思いましたね。そう、今日はもうみんながパソコン広げて、みんなもうクタ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 してる中、私はもうって感じで、本当に周りの人みんなパソコン広げててびっくりしたもん。クタ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 、ビジネス、ビジネス、お仕事ですよ。マイキューカタカタしてない。マイキューはもうグワグワしてました。本当に お腹が空きすぎてむしゃむしゃしてグワグワしておりました。あ、欲望のままに。ありがとうございます。ここ最近はたくさん撮影させてもらってて、そうなんですよ、いっぱいやります。なんで毎回現場のご飯をもらって帰る。隠して詰めて。撮影好きですよ。情報解禁を楽しみに。ソウルの動画見て、あ、最終回見てね。あの愛媛の YouTube。私はまだ見てないです。見てないですけど、まあロケしたんで大体わかるんですけど、本当になんか運が良くない。運が良くなかったです。ね、毎週更新されててよかったよね。葵ちゃんっていうキリカ同い年だったね。なんかさ、誰が誰と同い年とかさ、まあ分かってないんですよ。びっくりする。へえ、そうなのみたいな。なんか自分の同い年しか把握してない。あんま把握できてない。
そう、知らない、結構わかんない。一つ下、え、一つ下、え、一つ下え、一つ下、一つ下、え、待って、一つ下、一つ下だよ、だってそうだよ、学年的には一つ下だったもんなんか、え、なんかわけわからなくなってきたえ、今年24歳、え、そう、学年は1個下だったから、そうだよ。ループしてる？え、ちょっと待って。ん？もっとなって。葵ちゃんは早生まれ。早生まれって、1月2月3月の人のこと？いや、え？え？そうだよね。葵さんって1月生まれだっけ？ありがとうございます。ちょっと訳が分からなくなってきました。兵道さんには中村先輩って呼ばれてたの？いや、なんて呼ばれてたかあんま覚えてないんですけど、私学校の時は後輩の子には舞先輩って呼ばれてました。その頃は別にマイキューでもなかったので、マイ先輩って言ってくれる子は、後輩の子はいたんですけど、そう、葵さんとね話した記憶がね、なんかなんだったかなあんま覚えてなくて、でも一緒にクッキングしたんですよ。なんかね、はっきり覚えてはないんですけど。同じ学校なの？そうそうそう。で、同じ、なんか一時期ちょっとだけ同じ部活だったから、覚えてるよ。私が中学2年生の時だから、そうだよそうそう、なんかね、でもそもそも部活がね週に1回だったんですよ。毎週水曜日みたいなに放課後集まって、なんかご飯とかなんかお菓子とか作って、で食べてバイバーイみたいな。そう、週一楽しい部活でしょ？でしょ？ゆるいんですよ、本当に。ありがとうございます。なんか中学1年生の時にその部活に迷わず入ったんですよ。私はもうこの部活だ、この部活しかないぞって思って入ったら、まあ、あの同級生160人いたんですけど、あのその部活入ったの私だけしかいなくて、その学年で、で中学1年生の時一人であの入部して、で一人で挨拶して、あ、どうもみたいな感じで、であのみんな大体やっぱり何ですか、こう週に1回の部活ってよりかは毎日ある運動部とか
なんかそう文化部でもなんか結構がっつり吹奏楽部とかそういうのに入ったりする子がすごい多くって、そうで私は別に友達もその時まだ最初いなくって、誰かと相談するわけでもなく、もうこれに決めたって思って入ったら一人しかいなくって、そうだから、うん、あの同学年一人あのいなくって、同級生いや、そしたら、なんか、まあ、だんだん、みんな、最初は、まあ、部活に入るけど、あ、この部活合わないな、とか、悩み始めたりする子もいるじゃないですか。で、その子たちは、あ、来なよみたいな、家庭科学部来なよって言って、そしたら、どんどん増えてったんですよ、仲間が。で、入った時は一人だったんですけど、どんどん、仲間が増えてって、同級生。塩太陽の親友は何部？塩太陽の親友はことです。ベン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 。かっこよかったよ。ことをしてたね。おこと。何部っていうかね、法学部じゃない。なんだっけ。わかんない。三味線とかこととかの、その日本の。わ、なんだっけ？何部だっけ？これ何部って言うんだったっけな？忘れちゃった。法学部？え、違うな。え、なんだっけ？和楽器じゃ、和楽器なんだけど。法学部って合ってるかな？この感じかな？やってました。トゥン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 。合格。すごいよね。おこと。ありがとう。バラもありがとう。いろんな部活があったんですよ。けど私は。そう、ちょっともう週に1回の活動が少ない部活に入ろうと思って入りました。まあ、ちょっとあの、まあ、バレエをやってたので、あのバレエをもうバレエに通うためにって感じだったので、そう一番なんか緩そうな感じがいいなと思って、活動が少なめが嬉しいと思って。バレエと被らなかったの、あ、そうな、水曜日バレエなかったんだよね。被らなかった。帰宅部はないんだよ。なんか、中学の時は絶対に何かに入らないといけなくって。で、高校生も最初の時は何かに入らないといけなくって、でもすぐに辞めてもいいんですけど、とりあえず1年目は入ろうね、みたいな。そう。あとはもうみんな受験とかもあるから、辞めちゃってもいいけど、みたいな。基本帰宅部はなかったです。ちゃんと部活に入りましょうみたいな。あとはバラありがとうございます。ここが放送部。でも高3まで続けたかな。うん。え？やめたっけ？覚えてないや。まあ放送部もすごくね、ゆるくってね、私なんか、あの、部室でラーメンとか作ってましたもん。なんか、袋麺持ってきて。本当になんか、そう、放送部は、小学校からの、友達がいたんですよ。女の子の友達が。その子が放送部入ってて、
で部室に行ったらその子がいて、でよーみたいな、でラーメンでも作ろうかなってラーメンとか作って超ゆるゆるでしたね。その放送部も週に1回しかなくって、放送とは確かに関係ないです、ラーメンで喉を潤すみたいな。なんか袋麺作った記憶ある。懐かしいですね。もうなんか顧問の先生にも何も言われなかった記憶があります。なんかへーみたいななんかゆるゆるですね。ただその顧問の先生にあなたはなまってますよみたいな相当言われました。なんか同じ愛媛県に住んでてもなまりすぎみたいな。そう、放送部に入ってなまりに気づかされた。だからアクセント辞典みたいなのいっぱい引きました。そうなんですよ。放送してたの、なんか体育祭とかね、放送したり行事ごとの音響したりしてました。放送部って普段何してるんだろうって謎だったな。でも私が入った頃の放送部の先輩はすっごく放送が上手な先輩がいっぱいいて、なんかアナウンスの大会とか、あとは放送部は編集の大会とかもあるんですよ。なんで何か動画の一個作品を作ったりとか、あとアナウンス部門だったりとか、なんか部門が分かれてて、でみんなそれぞれそのどの部門を極めるかっていうのを選んで、で自分はアナウンスしたいから、じゃあ原稿をこう書いて読むみたいな、でそれをこううまく読めるかっていう大会とかがあって、みんなそういうのに向けて練習したりとか、なんかありましたね。なんかね、放送部はそういう感じで、私はちょっとゆるゆるだったけど、本当に放送部ってそういう感じの部活です。みちゃんは結構ね、そう、週一で言ってましたね。そうなんですよね。ちょっとね、幽霊部員、幽霊ではないですけど、ちょっとまあもうゾンビぐらいでゾンビ部員ぐらいで、あんまり言ってはなかったかもしれないですね。ちゃんとその何ですか、大会に出る出ないも結構自由だったので、出たければって感じだったので、肉体はあるそうですよ。ちょっと魂はもうないかもしれないけど、そう、ゾンビ。ちゃんと顔は出してたんでね。幽霊ではないね。
ありがとうございます。なんかラーメン部とかできたらいいのにね。みんな入っちゃうか。なんか今時の学校とかないのかな、ラーメン部みたいな部活、ラーメンの研究、ラーメンいっぱい食べに行く。部費高そう。え、確かに高そう。いっぱい食べないといけないもんね。ラーメン研究します。ラーメン作りたい。作りたいんですよね。麺から、いや麺はちょっと無理なんでスープからで麺はさすがにむずくない？スープはいけそうだけど。鶏ガラ買って。職員さん、ありがとう。中村舞です。鶏ガラ買って、背脂買って。やりたい。魚介系を、いや私魚介系あんまり好まないんですよね。嫌いなわけじゃなくって、でもなんか進んで食べないかも。豚骨は好き。いりことかは入れない？え、わかんない。わかんないけど、こってこてがいいな。醤油ベースがいいな。ねえ、ラーメン食べたくなんだ。今日さ、ラーメンの話題多いよ。だってさ、前半もラーメンの話題して。後半もラーメンの話題。前半後半わかんないけど、時間。ありがとう。名古屋でスガキ屋に行ってください。なんかスガキ屋って名前は聞いたことあるな。スガキ屋、なんか袋麺でありますか。そんなことない。なんか名前は聞いたことあるんだけど。あ、やばいやばい、みんなあのスガキ屋の中の2文字が星になってる星になってる。あ、だから点入れてたんだ。あ、カップ麺があるのか。豚骨？星祭り。あっさりなんだ。そうなんだ。ありがとう。あんかけスパ食べたことあるよ。あの総選挙あの入って1年目の総選挙の時に名古屋ドームだったからさ、なんかケータリングにさ、あんかけスパみたいなあってさ、食べたよその時。もう
5、6年前ぐらいですけども、はい、名古屋ドームの総選挙、美味しかった記憶ある。あのね、手羽先も食べたし、なんかすごい豪華だったの、ケータリングが。で、あのなんかね、すごい光景だった。なんか本当にいろんな人が、いろんなグループの人がケータリングのとこにいて、もう入って1年目でわーってなってました。名古屋ドームです。そうです、超広くって自分の推し席が見つからなかった記憶しかない。なんかその頃の総選挙はなんか推し席ってのがあって、みんなそれぞれなんか中村麻衣を推してる人で固まって、こうなんか自分の席みたいなのがあったんですけど、絶対その練り歩きでそこに行くみたいな。でも自分の席覚えてるつもりだったのに、いざみんなが入ってみると一個も分かんなくって、でずっと探しまくって、あれどこみたいな、みんなどこみたいな、私押してくれてる人どこみたいななって、でもみんなの方が気づいてて、こっちだよみたいな、こっちだよみたいな。いや最終的に見つかったよ、うん、けど相当迷子になった記憶がある。感謝祭コンサート出ましたよ。トゥーン、トゥルトゥ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 セントレ、センチメンタルトレイン、ズンチャン、走り続ける、テンテンテルルンテンテン、披露しました。ありがとう。すっごい、確かにあの感謝祭のコンサートはみんないっぱいいるから本当にもうぎゅうぎゅうで、ステージ上ぎゅうぎゅうでみんなでセンチメンタルトレインした記憶ある。もう本当にぎゅうぎゅうだったの、もう間にもうぐわーありましたね。ぎゅうぎゅうでやりましたよ。これはクリエイトボーイさんのあれですね、振り付け覚えてます。なんか当初振り入れしてくださった記憶が、ありがとう、中村麻衣です。ティーチャーティーチャーもあれ総選挙の時かな、踊った記憶ありますね。ティーチャーティーチャーなぜ逃げ腰で、ティーチャーティーチャーなぜ微笑むのかしら。舞花先生が来てくれて振り付けてくださったんですけど、セクシーにみたいな、もう全然セクシーにできなくて、なんか難しかった記憶ある。アイソレーションとか。
今はできるかわからん。でもフリーもう一回振り入れしたい。ちゃんとなんか うろ覚え、うん、うろ覚えっていう、うろ覚え。ありがとうございます。こんなに切ない朝が来るなんて今までです予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたら。カラオケ間に合うよ。待って、あ、52分なんか。私さ、ちょっと待ってね。センチメンタルトリンク、ちょっと待って。痛っ。ララ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 ラ履いてない、履いとるわ。でもね、ちょっとショーパンやけね、ちょっと見せんようにね。そろりそろり。センチメンタルトレイン。うわ。D メロどんなんだっけ。卒業おめでとうか。一日また一日。まあ、いけるか。電車に走る黄色の電車がスピードとしたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか。グレーの制服でポニーテールの日はテストがあるんだよね。気合い入れるんだって噂で聞いた。少し離れ僕は外へエールを送った。少年は恋と呼べるような確かなものじゃなく初めての自分戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸何もしない、何もできない日々はセンチメンタルペイン。わあ、久しぶりです。2番向かい。こたつの前の駅、友達と降りてく君のただの日常、当たり前の窓の向こうずっと見てきた空。なんて幸せな、またすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど気になるんだ。一瞬君がこっち見てたような妄想。それは僕が否定しても恋でしかないだろう。絶対これ以上好きなんだら困るほど。どうしてこんなにキュン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 するんだ。君
2番めっちゃむずかった。めっちゃむずすぎました。あ、やばい、男女呼ばないとそろそろやばいって。ちょっと待って。今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、ラッキーさん、よっちゃん、ごういちさん、やまちゃんさん、ためですさん、うまちゃんさん、きなぺこさん、くまねパパさん、考えなしさん、ふくちゃんまるさん、こじこじさん、ティンさん。1位は、ドゥルルルン、東京のソワさんでした。ありがとうございました。皆さん、明日は金曜日です。膝裏めっちゃ汗かいた。おやすみなさい。また明日。おやすみ。ありがとうギフト。またね。今日もありがとう。また明日も頑張ろう。唇1枚2枚。またね。おやすみ。